ね、でもみんなが部屋だったらどの部屋か考えてみました。ありえないね。ありえないね。まこと、ありえますよ。妄想なんで、妄想なんでね。はい。もしかしたら。想像豊かだね。今だったら乗り物だったらとかね、例えば。はい。想像力。擬人化。いやいや、擬人化ですね。大丈夫です。宮野さんの発想力も、半端ないっす。なんだこれ。半端ないっす。なんだこれ。半端ないっす。半端ないっすって何？半端ないっす。宮野さんのイマジネーションの。バカにしてんの。俺のイマジネーション、半端ないってどういうこと？いや、リスペクトした結果。早く読んでもらえる。誠は、リビング。リビング。はい、家族団らんの場所が包容力のあるまこちゃんのイメージにぴったり。あ、うまい。もう次、はるか、お風呂。はるかといえば水。そうだね。はるかここ以外ありえない。そこにずっといるしね。ですよね。住んでるしね。住んではいないですけどね。水風呂入ってるだけなんで。はい。れいちゃん、キッチンの食べ物を調合したりして新しい料理を生み出しそう。エプロンが似合う。はい、しかもエンディングでもね、なんかその科学者みたいな調合みたいなことしてますもんね。うん、エプロン似合う。お底押しなんだ。なぎさ、玄関の、いらっしゃい、来てくれたんだね。と、明るくお客さんをおもてなししそう。あー、いいですね。ペット感ありますね。ペット感。わわわわわわわ、いらっしゃい。わわわわわわって。あ、いいね、かわいいね。かわいい。それか赤べこと一緒だよね。赤、いやいや。玄関にいるってこと。いやーん、しゃーんって。なぎさ型の赤べこ欲しいよね、ちょっとね。かわいい。そんなグッズをお願いします。ちゃん型のこういう。赤べこグッズお願いします。フリーなら売れる気がする。玄関に置いときたいやつ。そしてリンですよ。うん。寝室。宮野さん演じるあの声に、おやすみと囁かれたら即寝できそうです。おぉ。リンだけちょっと理由が違う。僕だけなんか、ありがたいですね、でも、はい。そんな風に言ってもらえるなんてね。ねえ。うん。いくらでも言いますよ、おやすみってね。おぉ、うん。出ました。でも、いいんですか、そんなエロ担当みたいになってますけど。今日ドア玉のあのミーナさんも超エロかったじゃないですか。あ、本当ですか。エロキャラエロキャラなんですね。エロキャラはすみません、大変失礼しました。それ失礼な表現でした。俺はエロキャラなんです。シェクシーお色気キャラ宮野さん。